エネルギーがどこから来てるかっていうことを見ていけば答えがわかるんですね。この電気的エネルギー、体がもうスムーズに流れている電気的エネルギーは空間中のそのプラーナを取り込んでいるわけです。で、そのプラーナっていうのが電気を帯びているエネルギーなんですね。これが、チャクラとか呼吸とか、壺から入ってきてるんですけども、ということは何が大事かっていうと呼吸なんですよね。僕たちの普段している呼吸っていうのがものすごく重要なんですよ。で、これを、まあ、当たり前として見るのか、当たり前ではないこう奇跡的なものとして見るのかで全く違ってくるんですね。僕自身は呼吸っていうのは、普段気づかない、何気なくしているけれどもすごく実は大事なものだと思っていて、この呼吸を制するものが人生を制する、呼吸を制するものがその人の人体の健康を制するっていうふうに思っていて、呼吸なんですよね。結局は呼吸を意識的にコントロールする、つまり深い呼吸をすることでよりこうプラーナを大量に取り込むこともできるし、自律神経とか、まあ、神経の安定化を図ることができて、なおかつ電気的なエネルギーも流れをスムーズにしていくことができるということなんですね。だから呼吸っていうのを今一度、普段から見直す。呼吸って普段意識しないですよね。何気なく呼吸してなんとなくこう浅くなってる場合が多いと思うんですよね。だから意識して深呼吸、普段の状態が常に深呼吸できている状態、これがベストなんですよね。まあ、時にはね、こう、慌てて何かしなくちゃいけないとか緊急にしなきゃいけないっていう時はもちろん呼吸を浅くあえてすることで交感神経を優位にするんですけど、普段はどっしりとした感じで余裕を持っている状態が一番いいので、そういう意味では深呼吸、腹式呼吸、または逆腹式呼吸とかそういうのを意識してやっていくっていうのはね、これが体のプラーナを体内にこう取り込んで、より多く取り込んで、より電気的エネルギーをスムーズにする秘訣の一つではないかなということをね、思うわけです。だから呼吸って本当にバカにできないというか、普段何気なくしていることなんですけども、この呼吸こそが健康の原点じゃないか。